皆さんこんにちは、スプスプです。私の肌が綺麗だとよく言われますが、実は私のお肌のタイプは混合肌です。肌自体は乾燥で敏感なんですけど、顎のニキビがすっごく気になります。特にスキンケアをする時にすっごく気になっていて、今日はね、私がニキビ管理する方法を紹介していきたいと思います。私の場合は顎部分にニキビが悩みなので、ニキビ鎮静効果のあるスキンケア商品をたくさん使ってみましたが、突然できる赤いニキビには効果があったんですけど、私のように顎ニキビには効果が感じられませんでした。それで皮膚科も何回か行ってみましたけど、皮膚科のお医者さんが私の顎部分にニキビが多い理由は皮脂分泌が多いからだと言われました。それでお医者さんが私に皮脂조절제를주겠다라고얘기를하셨어요。だけど私的には飲み薬が好きじゃないから、ずっと家でホームケアをしています。피지가이렇게턱부분에오래머물러있지않게하도록하는것에가장중점을두고스킨케어를해주는편이었습니다。ニキビの種類になって違いますが、私のような乾燥肌に皮脂の分泌が多くてニキビができる場合は、角質ケアが本当に重要だと聞きました。それで角質ケアを中心にスキンケアをしています。その中でも一番重要だと思うのが청결을유지하는거라고생각합니다。それでスキンケアの前は必ず手を洗った後にスキンケアをしています。メイクをする日には絶対이중세안을해주고있어요。그이유는클렌징이제대로되지않으면더러워진각질이계속피부에남아있어가지고좀깨끗하게세안을해주는편입니다。화장을한날은이중세안，화장을안한날은1차로세안을해주는데，その中で重要なことが、メイクをした日には絶対オイル成分が入っている商品を使ってクレンジングをしています。ベースな이런アイメイクアップ제품들을지워주기위해서는이제이런제품들이지용성제품들이기때문에수분으로는충분히지워지지않아서오일로꼭꼭지워줘야됩니다。それで私の場合はクレンジングオイルとかクレンジングバームを使って日によって選んで使っています。そしてこの次にはパウダータイプの洗顔剤を使って洗顔してます。私が最近パウダータイプの洗顔剤にハマっちゃってずっと使っていますけど、その商品のいいところがパウダー알갱이들로이렇게피부에있는각질을1차적으로케어를해줄수있어가지고각질케어하면서이제세안을같이할수있는게가장좋은점이었던것같습니다。その後にはフェイスタオルより最近はフェイシャルティッシュを使っています。청결이중요하니까한번쓰고버릴수있는제품으로사용하고있습니다。この次は素顔の状態で綿棒を使ってお直しをする方です。毛穴の隙間に挟まった皮脂が固まっている場合のみこの綿棒を使ってしてあげるんですが、この時の注意点が、이렇게끼어있는피지를제거할때이런식으로제거를양옆에서하는경우가많아요。저도옛날에이렇게썼는데이렇게하면은피부에상처를입을수가있대요。그래서이렇게위아래로이렇게힘을줘가지고하는편입니다。これがすっごく重要なポイントです。これでもし血が出たらニキビパッチをつけた後にスキンケアを始めます。スキンケアはまずこれ使っています。メディキューブのワンデイエクスポセラム。この商品何回かこの前も紹介しましたけど、今回も詳しく紹介しようと思います。この商品は中にエクソソーム成分の微細な針が毛穴まで深
く浸透して次に塗るスキンケアの吸収を助けるためスキンケアの第一段階で使っています。次の段階で塗るスキンケアの吸収にも役立ちますが、エクソソーム成分自体が抗菌作用することもあり、毛穴のタイトニングにも直接に効果を与えるため使っています。特に私がこの商品がすっごく好きな理由は、この商品には乾燥肌にいい角質ケア成分のアハ成分と、脂性肌の方々にいい角質ケア成分アハ成分と、敏感肌の方々にいい角質ケア成分のアハ成分も全部配合されていて、角質ケアができてすっごく好きです。だけどこの商品には되소량씩들어있어가지고따로각질케어성분을사용하긴합니다。하지만이제품하나만으로모든화이트닝이나이런각질케어까지할수있다는점이저는더마음에들었던것같아요。塗る時にも丁寧に塗ってます。この針がもっと浸透させるようにわざわざ痛く塗ってます。この商品の中には微細な針が配合されていますよね。商品自体が毛穴や肌の弾力、肌のキメに効果がある商品なんですけど、もっとこの効果を感じるためにはメディキューブのブースタープロと一緒に使うといいと聞きました。원래이런미세한바늘이들어가있는이런제품들같은경우에는미용기기와함께사용을할수가없대요。같이사용을하게되면안에있는바늘들이미용기기에의해서누워버린다고합니다。근데부스터프로의에어숏모드랑같이사용을할경우에는효과를조금더크게느낄수있다고합니다。それで敏感肌の方々じゃない人たちにはこの組み合わせで使うのもおすすめです。요즘에이런미세한바늘들이들어간제품들이유행이잖아요。その中でも私が思ったらメディキューブのエクスポセラムは대시계기の인체적용시험を完了したし、ニキビにもエクスソソームの成分が항균작용도하기때문에、それでニキビ肌の方々にこの商品すっごくおすすめです。このメディキューブのワンデイエクスポセラムは2000と7500バージョンがありますけど、最初には私的に2000円使っていました。ちょっと적응한후에는顔全体には2000円を塗った後に、顎部分には7500を塗りました。だけど今は완전적응해가지고最近は7500バージョンを塗っています。この後には肌の水分感を与えるためにエッセンストーナーを2回重ねて塗ってます。肌が乾燥になるともっと角質が出やすいから、평소에도이렇게水分ケアも重要です。2回重ねて塗って水分感を与えてあげます。ちょっとちょっとちょっと浸透させます。この先メディキューブのワンデイエクスポセラムを塗ったからちょっと痛いですけど、これが私的には好きです。なんか効果がもっと感じれる。この後には角質ケアにいいリキッドマスクを使っています。これも紹介しましたよね。マモンドのロジュパハリキッドマスク、これパハ成分が 7% 配合されていますが、今リニューアルしたバージョンは 10% パハ成分が入っているみたいです。パハ成分は敏感肌も使いやすい角質ケアだから、毎日使ってもそんなに刺激じゃないから私は使っています。これも丁寧に浸透させます。最後はクリームを塗っていきます。私は水分感があるクリームが好きです。日本人の方々はクリームよりローションが好きじゃないかなと思いますけど、韓国人だったらクリーム使って
うから、私も最後にはクリームを使っています。クリームはニキビが気になっている時はこの2つの商品を使っていますけど、今日はねこれ使っています。アクティオネドスカナインテラペクリームだ。敏感肌の方々も使いやすいクリームだし、クリームを마지막으로이렇게발라가지고마무리를해주는편입니다。クリームはそんなに重くないクリームが好きで、이렇게사용하고있어요。この前塗ったスキンケアは全部手刺激ですけど、いろいろな商品を塗ったから、ちょっと、마지막에는이렇게좀、피부를진정시킬수있는이런제품들을사용하는편입니다。이렇게。こうして私が顎の部分のニキビを管理する方法を今日紹介しました。スキンケアも重要なんですけど、肌が乾燥しならないようにするためにはお水もたくさん飲んだり、清潔を維持する習慣も重要だと思います。そしてあんまりにもひどいニキビの場合はホームケアで管理ができないかもしれませんから、ひどければ皮膚科にも行ってみた方がいいと思います。私のような皮脂の分泌によって特定部位ニキビがある人たちは一度真似してみてくださいね。もし皆さんが私におすすめしたいニキビ管理方法があったら、ぜひコメントをたくさん残してください。今日の動画も最後まで見ていただいてありがとうございます。今日の動画がお役に立ったらすっごく嬉しいです。それで私たちは次の動画で会いましょう。さらによー。ではバイバーイ。